高等区長選挙、ご支援誠にありがとうございました。維新の推薦候補は残念ながら完敗今後の東京擁立戦略について考えてみます。 はい、こんばんは。参議院議員の乙木俊です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。12月の11日の月曜日にこちら収録をしております。昨日の12月10日に高等区長選挙の投開票が行われまして、日本維との会が推薦候補として擁立りていた小暮弘彦候補は残念な5位ということで完売ということになりました。改めてご支援いただいた方に御礼を申し上げますとともに、期待を裏切る結果となったことをお詫びを申し上げます。 でまあね、こういうのを振り返りというのはなかなかやりづらいものなんですけども、自制を込めて今日はちょっとこの動画でもコメントをさせていただきたいと思います。まあ5人が立候補して5位ということで、しかも4位の方とですね、ダブルスコアつけられて、まあ協託金募集ラインに沈んでしまったということでありますので、まあ本当に我々の人に力不足ということがございます。でも、まあの、当立弁当のこの敗因分析というものをするのであれば、まあ立候補の発表が直前になったこと、まあそして、まあいわゆる、まあ この与党というかですね、まあ大本命の候補に対して野党の候補が乱立をして票が分散した。そしてまあ私たちの候補以外の方々は、さっきの4月の繰り議員選挙、あるいは区長選挙に立候補していた、まあ直近の選挙に出ていた方だったので、まあ知名度が非常に劣った状態からスタートして、その知名度を浸透させることができなかった。まあそうしたことが外形的な要因として挙げられるというふうに思います。 で、またですね、2年前の東京都議会議員選挙の時もですね、維新の候補が得票できたのは1万2000票ということで、まあ、今回、小暮候補も得票したのが1万2000票ということですから、まあ、2年前の都議会議員選挙の時と比べて地方議員も増えましたし、まあ、々としては統制拡大に努めてきたつもりだったんですが、まあ、そういう意味で党としての得票としては横ばい状態で終わってしまっているということでありますので、まあ、こうした我々の実力というのが今このあたりにあるということはもう素直に認めていかなきゃいけないんだろうなというふうに思います。でいろいろ散々 いろんなマスコミにももね今日取材受けけましたけどもやっぱりまあ、少なくとも東京都内で単独で首長選挙に挑戦する力は、まだ日本人とかにはないということだと思います。そしてまあ、無理に擁立してもですね、まあ、なかなか今回のような結果になってしまうということでありますので、やはりまあ、地道にですね、地方議員の数を増やしていくということが、まず大前提重要なんだなというふうに思います。 で、この、東京の,の戦略というとですね、当然来年の東京都知事選挙が一番大きい出来事でございますんで、まあ東京都知事選挙どうするんですかということを聞かれます。もちろん今々のね、半年以上時間がある中で、両立を諦めますなんてことはないわけでありますけども、まあ先ほど申し上げたように、 これ、東京維新の今の実力えというのを、まあ、しっかりこれは現実を見据えてですね、夢め候補者戦擁立に動いていかないとですね、まあ、残念ながら支援者の方々の期待を裏切る結果で終わってしまうということになるわけですから、まあ、ここはしっかりね、我々としては、もう、あの、もう一度数字を分析し戦、戦い方を分析し、しっかり今後の擁立戦略を、あの、立てていきたいと思います。え、またですね、まあ、もう一つお詫びを申し上げなきゃいけませんのは、まあ、この小暮弘之候補、まあ、推薦を出した候補ですけども、まあ、もう今日の段階でですね、まあ、我々日本維新の会との 協力関係には一区切りをつけて、まあ、ご自身の道を行かれるということで、えー、ございました。で、まあどうしても高等国民ファーストの会という政治団体の名前を使って、まあ、すぐにでも活動したいということで、まあ、私も今朝ですね、まあ、本人とは電話で話をさせていただきまして、いや少なくともまあまあ終始報告とかこれからまだ一週間やってきわけですし、まあまだ皆さんにねお礼も終わってない段階ですから、まずはせめてねその終始報告が終わるぐらいまで間は心身ともに休みながらじっくり考えたらいいんじゃないですかということとですね、まあ、その情報発信についてもやっぱりすぐさまこの。 他党の批判とも取られかねないような情報発信や行動するということはこれ控えるべきだということはねご本人にも申し上げましてまあ、一旦は納得してくださったかなと思ったんですけどもまあ、やはりご本人としては、うん、もうすぐにでも自分の思うように活動したいということでまあ、維新については大変心から感謝をしているけどちょっと別々の道を歩んでいくんだとまいうことでございましたまあ、これは。 当然ですね、日本維新の会の推薦候補だからという理由でご支持してくださった皆様にも、そしてまあ応援に入ってくださった維新の内部のメンバーについても、大変申し訳ないことだというふうに思っております。これ一人にですね、今回東京維新の幹事長として、擁立から選挙戦まで主導してきた責任は全て私にあります。現場のメンバーはですね、江東区の区議会議員団、松沢藍里区議会議員も、小賀常事区議会議員も、そして金沢祐支部長も、精一杯戦い抜いてくれました。一人にこの結果も含め、また今日の時点でですね、 岸が別々の道を行くという決断をされて、また情報発信を始めていることも、これはもうひと目に私の不得とも致すところであり、責任問題であるというふうに痛感をしております。まあ、なかなか本当に難しいですね、この人を選ぶということ、まあ、この短期間である攻防をかけて、候補者を発掘して、なんとしても単独候補という号令の下でやってまいりました。 で、まあ、候補者はなんとか見つけたものの、その候補者が果たして維新にふさわしい人だったのかどうかということはですね、まあ、これは結果を見ても明らかだったと思いますし、じゃあ、振り返ってどうすれば正解だったのかなというとですね、これなかなかじゃあ、うん、どうしたらよかったのかっていうのは今、私も答えはない、えー、状態です。えー、またもちろん、あの、責任を取らなければならないという反面、じゃあ、この職を、えー、自主と、 誰かに、こう、職を渡すということが責任の取り方なのかといえば、まあ、それもね、いや個人的にはそれは非常に、あの、楽というかですね、一つ、あの、重荷を下ろさせていただくということは、あの、それ個人的にはですね、一つの方策だとは思いますけども、それが果たして、あの、責任を取るということなのかなというと、それも私は違うような気がしますんでね、まあ、一回この要立にの責任についても、しっかりと、あの、柳橋代表や、え、また、党本部の馬場代表、藤田幹事長等々もですね、話し合って、今後この東京維新の、まあ、乾杯ですよ、今回は。 もう本当この完敗からどう立ち直っていくのかと、と、まあ、少しね、候補者立てれば2万票、3万票ぐらいは取れるだろうというふうに思っていた、もう正直、あの見通しが甘いところもあったと思います。 湾ンガエリアはですね、まあ、そう、あの、強いところでもありますし、私自身も知り合いが、まあ、そこ、比較的多い地域でもありましたんでね、まあ、こうした満身がですね、ま、すべて本当にですね、直撃者と申しますか、本当にね、まあ、自分自身にね、まあ、もうおごりたるみ、えー、そしてもうぬるまいような、の、もたれ合いの中にいたんだな、ということをね、強く自覚しておりますので、この反省点に立脚して、今後の政治活動、またちょっとネジを巻き直してやっていきたいと思いますので、 ま、今回本当に様々なお叱りの声をいただきましたけれども、一つ一つ真摯に受け止めてまいりたいと思いますし、もう一度再出発させていただきたいと考えておりますので、ぜひよろしくご視聴ご鞭撻と、ご鞭んをお願いを申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。引き続き頑張ります。